おいそうだよお前この後時間あるか何の用かじゃなくて時間があるかどうか聞いてるんだあるのかじゃあホームルーム終わったら中庭の橋の花壇に来い忘れんなよ来たなこんなところで悪いな 他に人が来なさそうなところは思いつかなかったんだまあそれよりだ恋人になってくれいやお話で見かける偽の恋人関係だとか嘘こ国なんてものじゃない惚れた理由はこんな変な女にも普通に接してくれたから見た目とか 口の悪さとかそういうので人を判断しない優しいやつって分かったからただそれだけだよそれで返事は正直こんなめんどくさい女選ぶんだったら他選んだ方がいいけどなただお前みたいなやつと恋人になってみたいっていう賭けだよ本当にいいのか魅力なんてないぞ。 クラスにだって私なんかより可愛いいやつもいて人は外見じゃない <laughs> やっぱお前最高に好きだわよろしくなさてとだるい授業も終わったしあいつ誘って帰るか なんであの女と楽しそうに話してんだ私の彼氏と仲良くすんなよチッイラついてきたから剥がして帰るかおい帰るぞあほらあいつも話すこと終わったらしいさっさと荷物持て別にあいつのこと嫌いだからとかじゃねえよ 私以外の女と仲良くなるなイライラするなんでってそりゃ取られたくないから付き合ったって言ってもまだ何もしてないしやっぱり私なんかより楽しいあっちの方がいいとか言われたくないしそんなこと言わないって分かってるけど理解はできても許容はできない 不安だからとにかく他の女と関わりは少なくすることいいかよしじゃあ今度の休みにデートしよう何するか全然決めてないけど適当に街歩いときゃいいだろうまあそこら辺はまた後で誰だお前 可愛い,いそりゃどうも。さっさとどっか行けよそれとももっと直接的に行った方がいいかやりたいだけの猿はとっとと失せろ気持ち悪い <laughs> その程度でピキってんならもっと広い心持つ努力したらその方がモテるぜはいはいどっか行ったって見てたのかよ 早く声かけて欲しかったんだがああやって他の男に声をかけられても私が見てるのはお前だけだからそんな落ち着いてないでも,もっと焦ったりしとしろよ何でもない普段と印象が違うそりゃあちょっとは頑張っておしゃれしたから。 こういう時ぐらい雰囲気考えるってのそれに可愛くなった方がお前ももっと好きになってくれるだろう全部は私のためさだけどしばらくはこんなだるいことしないだから今日は長時間コースな時間はノリと勢いでごまかせば余裕だろうほーらって繋ぐんだよ なこのままずっと歩いてていいか心地いいから好きなお前だからこんなに甘えてるんだ <laughs> ほら行くぞは <laughs> やめだやめ気分悪いから帰るぞ体調じゃねえよ私の家に来い 不機嫌な理由はそこで言うからいいよなほらもっとくっつけってこのまま行くから <laughs> 当たってるだ、ま、んな小さいこと気にすんなよこうしたらちゃんと私を見てくれるんだな簡単じゃんほらそこ座れベッドの上よいしょっと なあ、なんでお前は私だけを見ないずっと私が見てきたから恥ずかしかった目をそらすだけでいいだろそれとも顔の両手を手で押さえて私だけ見るようにすればいいかまあ目に入ってつい追ってしまったのはまだわかるけどあまりにも見すぎ私も頑張って普段とは違う格好をして目を引くようにしたのにこれじゃ 魅力がないって言われてるみたいなんだよでもな気づいた私がグッて抱き寄せた時に胸見てたこと理由は何でもいいただ私を見てくれるだけで嬉しいんだ不安で不安でしょうがない私の心を落ち着かせる方法はお前を私に夢中にさせることだったら さっきよりもいいことをすればもっと見てくれるよなだからこうやって押し倒して体をくっつけてお前に準備させてるんだこれからされることわかるよなお前は何も考えずに受け身でいればいいただ気持ちよくなって私を愛してくれれば何もいらない私を好きなら愛してるならはっきりとわかる愛をくれ それが私の恋人であるお前への望み忘れられない思い出にしてやる脳に焼き付けて依存させてやるから <laughs> いっぱい気持ちよくなろうな